ご視聴ありがとうございます。竹地恵里です。今回はですね、2021年のライブコンサートチケット入手の傾向と対策についてお話したいと思います。僕の動画では CD レビューやライブレポートなど音楽についてお話をしています。投稿頻度は少なめですが、継続した動画投稿をしていますので、チャンネル登録で応援してもらえると嬉しいです。では本題なんですけど、感染症の影響により2020年のライブは中止や延期ばかりで、後半になって開催されるものもありましたが、感染リスクもあるのでなかなか難しいものだったと思います。2021年に入り、冬場は感染しやすいこともあって、開催されるもの、中止されるものとありましたが、春になり続々とライブやツアーの発表があったり、フジロックなどのフェスも開催の告知があり、嬉しく思います。でライブに行くにはチケットが当然必要なんですが、僕自身約20年間いろいろとライブに行っていて、ここ最近もチケットを取っているんですが、今年はいつもと違う肌感を感じるので、2021年の傾向と対策を考えましたので、皆さんに共有できたらと思います。絶対にチケットが取れるという方法ではないので、あくまで参考にしていただければと思います。まずご存知だと思いますが、収容人数を現時点では 50% に抑えていたりするので、単純に倍率が今までと比べて2倍になっているので取りづらい状況となっていて、さらに2020年に中止や延期となったアーティストに関しては、ファンの方のライブに行きたい熱量というのはすごいと思うし、単純にライブを1年間我慢していた方もいると思うので、人気アーティストは特にチケットが取りづらい状況になっています。以前は転売だったりで、お金を出せばチケットが買えるということはありましたが、今では基本的に転売はできないと思うので、自力でチケットを取る必要があります。一つ例を挙げると、BiSH が5月から対バンツアーをやるんですが、これは去年開催されるはずだったツアーのリベンジで、チケットは新たに販売し直していて、ちなみに僕はファンクラブに入っているんですが、ファンクラブの方はチケットの先着販売があって、今回の分は通常チケットが6000円に対して、ファンクラブが先着で買えるチケットは1万5000円と倍以上するものでした。ちなみにこのチケットはマンチケと呼ばれています。先着販売の後にファンクラブに向けての通常チケットの抽選もあるので、マンチケに手が出せない方は通常チケットの抽選を狙うし、いつもならこのマンチケは完売しないんですが、今回は完売していて、その後の抽選もかなり当選率が低かったようで、ファンクラブに入っていても苦戦している状況でした。この1年間のBiSHの活躍でファンが増えたのももちろんありますが、いつもと違う流れをすごく感じました。ではどうやってチケットを取るべきかということなんですが、当然ではあるんですが、一番早い先行予約に一番多くチケットを確保しているので、それって大体ファンクラブだったりするんですが、まずファンクラブに入ることをお勧めします。ファンクラブに入るほどではないけどライブは見たいというアーティストもいると思いますが、現状においては入るべきだと思います。とは言っても年間5000円6000円するものにお金を払う余裕もなかったりすると思うんですが、最近のファンクラブは月額制のものもあるので月額400円ぐらいだと思うんですが、チケット予約の期間中だけ入会するというのもありだと思います。ファンクラブがないアーティストもいますが、そういう場合は CD を購入すると購入者限定の先行予約があったりするので、 CD を買ったり場合によっては複数購入するのもありだと思います。要は何らかのお金をつぎ込むことで当選の確率は上がると思っています。その後にホームページ選考やチケットピア、ローチケなどのプレイガイド選考など、先行予約自体はまだあるし一般発売もありますが、一番最初の先行予約の枠と比べるとかなり枠は少なくなり、当選確率は低いものだし、一般発売はだいたい混雑してつながった時点で完売していたりします。なので今年に関してはファンクラブなどの有料会員に入ることをお勧めします。ファンクラブの先行予約もチケットピアやローチケなどプレイガイドのフォーマットで行われていて、各プレイガイドにも有料会員というものがあったりするので、そちらにも加入していればもしかしたら優遇される可能性はあると思います。あと僕がやっている方法としては、例えば2日間あるとしたらどちらの日でもいいという場合においては、希望の順番は通常だと初日2日目と入力しがちだと思うので、初日に倍率が上がりやすいと思うので、あえて2日目初日と入力してみるとかだったり、土日で2日間ある場合は通常のお仕事の方は土日が休みで土曜日ライブに行って日曜日に休みたいはずなので土曜日の倍率が上がるから日曜日を先に狙うという方法があります。他は地元だったり一番近い場所で見れるのが一番いいんですが、今年においては人気アーティストは争奪戦なので2番目に近い場所だったり遠征も視野に入れるべきだと思います。必
感染症対策で移動をあまりさせないために開催場所から遠くに住んでいる方は外れてしまうという可能性はなくはないですが、僕自身地元を外れて他県で当選したということがあって、地域によってアーティストの人気も差があったりするので、ライブに行く確率を上げるためにも行ける距離での応募はおすすめします。フェスに関してもある程度メンツが出揃ってからだとチケットが取りづらくなるので、絶対見たいアーティストが一組でもいればなるべく早く決めてチケットを確保したいところです。で、チケットがなかなか取れなくてもこまめにホームページや SNS、 各プレイガイドの先行予約情報をチェックしたりと、情報を取りこぼさないことが大事だし、一般発売で手に入らなくてもリセールといって急遽行けなかった方のチケットが再販される場合もあるので、最後まで諦めないことが重要になります。あとはほとんどのアーティストのチケット代が以前と比べて高くなっていることに気づいていると思いますが、キャパを抑えている分通常通りだと赤字となるので、チケット代を上げるしか方法がないので、これに関しては仕方がないと思うので、協力や支援という意味も込めて払っていきたいと思います。と以上のような内容でしたが、あくまで僕の経験による傾向と対策なので参考までにしてもらいたいのと、ファンクラブに入っていてもチケットが取れないときは取れないので自己責任でお願いします。この動画で少しでも参考になることがあれば幸いです。感染症にも十分気をつけてライブを楽しみましょう。今回は2021年のライブコンサートチケット入手の傾向と対策についてお話ししました。皆さんの高評価やチャンネル登録が次の動画を作る大きなモチベーションとなっています。この動画を楽しんでいただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。